2022オートバックスーパー GT ラウンド2300もスタート。こちらはタナックスがインスタートですね。スバル BRZ が1コーナー守るというところですが、タナックス、いや開幕戦に引き続き、はい、すごいですねタナックス。そうですね、スタートダッシュが素晴らしい、はい、BRZ を抜いた。これでタナックス GTR がトップ。さあこちらは ARTA8 位争いということになりますけれども、その後ろにシンティアム4のですね、そしてK コッツォリーのパシフィックプロライブ、はい、K チューンズに対して武装がこれアウトサイドからかぶせてこれるか、武装が前に出るか、武装が前だ。これで3位に上がった。柳田が高木を捉えました。今回武装 GTR 調子いいですね、フェラーリと ARTA ですが、これフェラーリが ARTA のところまで近づいてますね。これで今7番手争いでしたよね、これね、はいはい、あまた戻って7番手に ARTA が戻っていますが、あフェラーリが K コッツォリーの止まっている。これヘアピンですよね、はい、なんか前めくれてますよね。なんかまあ接触でしょうねこれね。あ、ARTA だ、あの300の ARTA ですね。そうですね、これでも微妙だな。何があったの。あこれはちょっとこれは強引だな。今のはフェラーリの方が、はい、いやちょっとあれはちょっと無理だね。あもう ARTA のパーツがついちゃったんですね。さあこれはあ入らざるを得ないですね、決まりよりもね。ちょっとこれはまあもうこれもかこれリタイアですね。あこれもうフロントステアリングが、ね、はい、300スバルが入ってきましたね。こちら300、これでタナックスの後ろですかね、武装か、武装の後ろですね、武装の後ろ、武装の後ろに抜かれた形ですね。これと事実上もともとトップにいたタナックスがいて、その後ろに武装がいて、そしてこのスバル BRZ、 あ大きく、これはセーフティーが出るぞ。あこれた聞いてるな、うわ避けようとしたのかもしれませんね。ちょっと微妙ですよね。いやしかしひどく壊れましたね。避けようとしたんですかね。そうですね、ひょっとして避けようとして多めに右に切ったらそのまま行っちゃったとか、ちょっとなんともね。あ au が外から来た時に、あれでも触ってる感じは触ってない感じがするけどな。あ赤旗ですか、これでレース中断です。あさあ53周目からレース再開ということになりました。タナックスがトップで2位武装、3位がスバル BRZ ですね。あー危ない、大きくクラッシュ、オールスウェード、これはちょっとスロー走行がいましたね。はい赤旗です、レース赤旗2度目の中断ということになってしまいました。高橋選手ですが骨折はなく意識もある状況だということで、はい、またあの一ついいグッドニュースが入ってまいりました。そうですね、はい、セーフティーカー先導によりレース再開ということになります。まあ、このままいきますとタナックス優勝というところまで来てますが、ここでチェッカーが振られましてレースフィニッシュと、タナックス GTR 優勝と、タナックスゲーマー GTR は富田選手は2015年の鈴鹿以来、第5戦以来の2勝目、大草選手は当然ながらルーキーですから初優勝ということですね。